皆さん、こんにちは。ウクレレマスクマンでございます。今日は昭和の CM 曲、特にレアで、また特に古いものを中心に歌っていきたいと思います。それでは、最初はレナウンのコマーシャルソングです。レナウンさんね、今大変みたいですね。詳しいことはちょっとわかんないんですけど、バブル崩壊後ちょっと厳しくなったですね。中国と一緒にやったりとか、はい。そのレナウンさんの歌ですね。ドライブウェイに春が来りゃ、イエ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 
イエ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 イイワデレナフンデナルンデナルンおしゃれでシックなデナルン娘がワンサカワンサワンサワンサイエ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 イデナルンさんの CM ソングでした。はい、続いてはそのものズバリです。あと引っ越しセンターへ。4月はちょうど引っ越しシーズンですね。おそらく大忙しでしょうね、きっと。はい、次はこれもズバリの歌です。マルシンマルシンハンバーグ。マルシンハンバーグでした。次、続きましてマルアイ花カツオの歌です。この歌は中村芽衣子さんが歌われていたんですよね。やってみたいと思います。僕の隣のおばさんはアメリカ帰りのおばさんで、変な言葉で言うんだよ。おお、あなたの家の匂い、日本の匂いね。これ、花かつおの匂いね。そうだよ、まるあい、花かつお。おう、まるあい、花かつお。栄養たっぷりね。っていう歌でした。はい、次は、チョコレートのコマーシャルソングです。チョコレートはチョコレートのもの、明治製菓のチョコレートです。チョコレートチョコレートチョコレートは明治チョコレート。はい、次はこれはかなり古いです。かなりレアです。渡辺のジュースの素。昔々ね、粉末ジュースっていうのがあったんですよ。オレンジジュースなんかね、その粉をね、作る前に粉だけ舐めちゃうんですよ。そうするとね、下べらが真っ黄色になってね、すごかったんです。まあ、でも食品添加物の問題があって結局はもうなくなりましたけどね、すぐにね。はい、私も結構でも飲みましたよ。でもこの曲はなんと、これまたなんと榎本健一さん、榎の健さんが歌ってたんですね。すごいですね。はい、これやってみたいと思います。あら、おや、まあ、ほほ
いのほいとんぼいっぱい渡辺のジュースのもとですもういっぱい憎いくらいにうまいんだ不思議なくらいに安いんだなんて歌でした。はい、続いてはフジパンの歌。あの大手のパン屋さんのメーカーですね。このフジパンっていう会社のコマーシャルソングです。山は富士山日本一パンなら富士パン美味しいなやっぱり富士パン美味しいねめっきり健康富士パンねという歌でございました。次は磯自慢の歌です。あの海苔の佃煮なんかを作ってましたね。この海苔の佃煮がですね、私はね嫌いなんです。なんでか言いますと、幼児体験に こんなことがあったんです。あの近所のね池からねこう大きな亀を、捕まえてきて友達と座敷でね遊んでたんです。そしたらね突然ねその、亀さんがねその排泄物を出したんですよ。その大量にねそのまた排泄物がね海苔の佃煮とそっくりなんですよ。もうそれからというものも全然もう食べれなくなりました。嫌いになりました。そんな経験があります。しょうもない話です。だから磯自慢。いろはのいのじのいそじまん、あいうえあなたのいそじまん、いそ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 じまん、のりのつくだにいそじまん、という歌でした。続いてはお酒の宣伝です。木桜酒造の、CM ソングですね。あのいろいろあるんですね。木桜酒造のコマーシャルソングはね。木桜ドンとかね。あとはですね、大川栄作さんがね歌われた曲もあったんですよ。市場でした。それでは今日の最後になりました、鳩屋のホテルのコマーシャルソングです。伊東温泉の伊豆の伊東温泉の鳩屋さんの CM ソングですね。これ最後です。伊東に行くなら鳩屋電話は良いプロ伊東で一番鳩屋電話は良いプロ4-1-2-6 4-1-2-6はっきり決めた鳩屋に決めた伊東に行くなら鳩屋鳩屋
鳩屋ホテルの CM さん。あ、最後にもう一つだけやっちゃいますね。短いから。ロトロトロト、ロトロトロト、ロト製薬。目薬のロト製薬のコマーシャルソングでございました。はい、それでは今日はこれでおしまいでございます。また昭和の CM ソングパート3やりますからね。またそれまでごきげんよう。ありがとうございました。